それでは両リーグ決勝戦を行います。白ゼッケン5番神田選手、赤ゼッケン6番高岸選手。Oh!
交代ゼロをもちまして白渡辺選手の優勝となります。それではただいまより小学2年生女子の部決勝戦を行います。白ゼッケン44番中川選手、赤ゼッケン46番坂井選手。Thank you.
ただくの結果4対0、6対0を下して赤、神戸選手の優勝となります。